そこの押し入れから女が覗いてた。か、想像すると恐ろしいわね。そうなんだにょん。だけど、マリサが来たあの日から、特に何もないから、やっぱりただの気のせいだったんだろうなって思ってるにょん。それならよかったわ。もう、ヨウムも水臭いわね。なんかあったらすぐに相談してよね。ごめんだにょん。霊夢はあの日、リモート会合で忙しそうだったから。ふっ。その辺は心配いらないわよ。そんなもん、回線の調子が悪いとか言って、すぐに抜け出してやるわ。それはどうかと思うけど、今度からはちゃんと相談するにょん。お願いね。私はいつも助けてもらってるんだから、遠慮は無用よ。ありがとうだにょん。霊夢。あら。メッセージかし。立て続けだにょんね。一つはマリサからね。ウィス霊夢、週末予定開けといてくれ。コーリンさんの知り合いのコテージが借りれるみたいだから、遊びに行こうぜ。ヨウムも明日会う予定だから、その時誘ってみるので。お、楽しそうだにょんね。もう一通は、久しぶりです霊夢さん、今度の週末予定空いてませんか？大ちゃんと一緒に、ハイキングに行く予定だったんですが、大ちゃんの都合が悪くなってしまって、一人じゃ寂しいなって。マリサさんやヨウムさんも誘って、一緒に行きませんか？あらら。見事に被ったわね。そうだにょんね。どうしようか。コテージにみんなで行けるか聞いてみる？うん。それがいい。ちょっと待つにょん。これは、チャンスだにょん。チャンスって、何が？聞くにょん。なるほど。ヨウム。あなた天才ね。楽しみね。本当だにょん。マリサ、おはようだにょん。お、やっと来たか、遅いので二人とも。ごめんごめん。準備に時間がかかってね、降臨さんが迎えに来る時間ギリギリなのぜ。まあ、間に合ったからいいのぜ。お、キヨちゃんも連れて行くんだにょんね。ああ、降臨さんに見てもらおうと思ってな。なんだったら、キヨちゃん預かってもいいわよ。うん、何を言ってるんだぜ。お待たせしましたマリサさん。なーに、私たちも今集まったところなのぜ。あれ、霊夢さんとヨウムさん、あ、お見送りですか？そうです。マリサをよろしく頼みますにょん。な、あれ、どういうことなのぜ。霊夢さんとヨウムさんは予定が入っていけないけど、マリサさんがコテージに行くのを楽しみにしてたから、私に代わりに行ってほしい、そういう話でしたよね。その通りでございます。行ってらっしゃいませ。はい、それでは行きましょうマリサさん、ヒヨちゃん。わかったのぜ。頑張ってねー。うるさいのぜ。覚えてろよ。しかし、軽トラっていうのも色気がないわね。降臨さんらしいにょん。さて、それじゃあ私たちもチルノと合流しに行きましょうか。そうだにょんね。到着しました。寄り道したり買い出ししてたら、時間かかっちゃいましたね。結構遠かったしな。今日はバーベキューでたらふく食べようぜ。そうですね、それじゃあ向かいましょう。ひよちゃん、行くのぜ。ここみたいですね。おお、結構大きいのぜ。中に入ってみましょう。へえ、素敵じゃないか。私はバーベキューの準備をするので、マリサさんはヒヨちゃんとのんびりしててください。あと、裏山には入らないようにしてくださいね。はい。マリサさん、準備できましたよ。はい、なのぜ。はぁ、うまい。お外で食べるお肉は格別ですね。やっぱり炭火がいいんだろうな。ひよちゃんも満足そうです。参りました。
やったのぜ。いやー、マリサさん将棋強いですね。はっはっはー、普段ヒヨちゃんの相手してるからな、だんだん上手になってきたのぜ。マリサさんはいつも元気ですね。そういえば、ご飯の時に裏山に入らないでって言ってたけど、熊でも出る場所なのぜ。あ、いや、ですね。なんだぜ、話してくれだぜ。わかりました。お話ししますね。このコテージを買った友人が、購入するときに地元の人から言われたそうなんです。裏山には入るな。って、理由を尋ねたんですが、危ないものがいるから、と、友人はクマやイノシシかと思い聞いてみたんですが、地元の人たちもなんだかわかっていないようで、了承を得なかったので、とりあえず野犬や野生動物でもいるのかと自分を納得させたようです。何度かコテージを利用していると、近所の人とも仲良くなり、その方から、実は昔、近くの別荘を所有している社長さんが、裏山で首を吊って亡くなった事件があったと、怯えながら話してくれたそうです。いやいや、そんな話聞いたら動物でも幽霊でも何が出ても怖いのぜ。すみませんね、怖がらせるつもりはなかったんです。いや、私が教えてほしいって頼んだことだからな、気にすんなぜ。そろそろいい時間になってしまいましたし、ホットココアでも飲んで、お開きにしましょうか。そうだな、そうしようぜ。お休みなのぜ、ひよちゃん。ああ、もう朝か。ひよちゃんはまだ寝てるか。元が鶏なのに朝が遅いってのも、変な話なのぜ。牛、ベランダにでも行ってみるかな。はあ、山の空気はやっぱり違う気がするのぜ。景色もいいしな。そういえば、部屋の望遠鏡あったな。持ってきて山でも見てみようかな。さて、どれどれ。いやー、綺麗だぜ。もう少しズームして、と。お、野鳥なんかもバッチリ見れるのぜ。今度はあっちの方でも。うん？なんだあれ？なんか動いてる。な、人かな？ってニカマを持って。こんな寒い中、全裸で踊ってるって、やばい人じゃないか。何かの儀式、とかなのかな？見ちゃダメだとはわかってるんだが、ダメだ、気になるのぜ。つるっぱげだな。色も白いし、なんだか不気味なやつだぜ。なんだあいつ、こっちを、見てる？うわぁ。苦しい。消えたい。マリサさん、どうしました？化け物、裏山に、望遠鏡。降臨さん。しっかりするのぜ、降臨さん。ごめんなのぜ。いた。あれ、私は何を。よかった。とりあえず家の中に入ろうなのぜ。少し、様子を見てきました。あいつを見て、大丈夫だったのぜ。直視するとまずいことは、さっきのデミを持って体験したので、視線の外で捉えるようにしたら、なんとか。気をつけてくれだぜ。それで、気づいたんですが、あいつは、少しずつですが、こっちに向かってきています。そんな、それじゃあ、ここから早く逃げないと。それじゃ、多分ダメです。どうして、なんだぜ？あいつは、おそらく、邪視、です。なんだぜ、そいつは？邪視についての細かい話は、ここから無事帰れたらにしましょう。まずは、これからについてです。邪視に見入られてしまう。それ自体が一種の呪いです。奴から興味をそらさなければ、
どこまでも追ってくるでしょう。なら、どうするのぜ。あいつを、迎え撃ちます。そんなことできるのぜ。わかりません。だけど、やらないと助からないですから、マリサさんも、力を貸してください。ああ、もちろんだぜ。それで、何をすればいいんだぜ。ですね。空のペットボトル？これに、おしっこが出たらしてください。落ち着いてください、マリサさん。説明しますから。もう、夕暮れですか。暗くなる前に、決着をつけたいのぜ。そうですね。心の準備は、できていますか？バッチリなのぜ。それでは、行きましょう。ここに、しましょう。ここでいいのぜ。コテージにこもってた方が良かったんじゃないか？いえ、コテージで待っていると確実に夜になってしまいますし、奴がいつ、どの方向から来るか、見当がつきません。この道であれば、山からの一本道ですし、来るとすれば、あちらからでしょう。わかったのぜ。ここで待ち伏せて、それで奴が現れたら使うんだな。あれ？邪士は、不浄なものを嫌います。今我々が準備できる、有効な武器はこれくらいですからね。それでなんとか、私たちから興味をそらせれば、そういう戦いです。ああ、やってやるのぜ。